小川さんこんばんは。メッセージそしてですねお振り込みの方ありがとうございます、非常にですね小川さんの お心が染み渡るようなメッセージでございました。何度も読んでしまいました。そしてですね YouTube の方も進歩といったらねまた偉そうな言い方ですいません、進んでいるみたいで本当に嬉しく思います。でちょっとね解説していきますけども小川さんの YouTube チャンネルっていうのはチャンネル登録者数の方が126人だったかな、まだ200人に満たないような本当にちっちゃいファンの数、視聴者さんの数なんですけども、それに引き換えてですね再生数は多いんですよね。これ私と全く逆です。私はチャンネル登録の方が1万人いるんですけども再生数は100前後なんですよ。で小川さんの場合はチャンネル登録が100ちょっとなのに再生数が数百とかね1000前後とか言ってますよね。だからここにね工夫する余地があるとすれば、視聴された方に対してチャンネル登録をどうしていただくかってことなんですよ。でここで工夫しなければならないのはですね、見に来た方が1000人いるのにチャンネル登録をほとんどの方が新規でしてないっていうことなんですよ。ですからチャンネル登録していただくためにチャンネル登録お願いしますってやるのはちょっとまあ古いやり方なんですよ。そうではなくてね、実はですねストーリーをこの中に持たせるといいんじゃないかなと思うんですよ。例えば一つの動画ありますよね。それを半分で切って、後半の動画を見逃さないためにもチャンネル登録をしないといけんなって思わせる作戦ですよね。まあそういうことをやってみたりとか、私最近やってる視聴者プレゼントとかね、こういうのやってもいいと思います。来週は視聴者プレゼントやりますよっていうふうに予告しといて、でプレゼントの商品はモバイルルーターですみたいな、まあこんな高価なものはやらなくていいですけどね、これですとかやってね、でその商品欲しいなと思った方はチャンネル登録しますんで、でそういうふうにして徐々にファンを増やしていけば1000人というのはそんなに遠い未来の話じゃないかなと思います。でその他なんですけども、ブログの方ですね、ブログの方も狩猟ブログって言ってとってもねニッチなコーナーをやってると思うんですよ。ですんでねこの狩猟ブログ、カメラのアフィリエイトかけてますね、狩猟ブログなんですけどもこういうやり方がいいと思います。それはですね他の狩猟ブログをされている方、狩りのブログをされている方とコネクトしてですね総合リンクとかトラックバックを貼ったりとか、その人と共演してみるってこととかをやることですね。あとはブログとか動画を使ってノウハウですね、どういうふうにして例えば銃の手入れをするのかとかね、銃の許可を取るためにはいくらかかってどういう手間がいるのかってことをやってみるといいんじゃないかなと思いますけどね。その他銃の安全管理とかね、これから銃の世界はどうなるんだとか、全米ライフル協会についてどう思うかみたいな、こういうふうなね社会問題を混ぜ込んでちょっと狩猟とは外れるんですけど番外編みたいなのを入れていくと新しい目先がね変わっていいんじゃないかなと思います。これからも頑張ってください。それでは失礼します。